仮想通貨業界最大手 VC のブルージラ、ムーブトゥーアン業界に殴り込み進出、過去手掛けた銘柄は1200倍も、手掛けるプロジェクトの展望は。はい、どうも皆さんこんにちは。仮想通貨で送り人、クリプト奥太郎こと市宮翔太です。本日の動画では、最近めちゃくちゃ話題のステップン、ステップアップに続くムーブトゥーアン、ムーブ Z、 こちらについて初心者の方にも分かりやすいように詳しく解説していきます。このムーブ Z なんですが、実は僕の動画の視聴者さんから教わったんですが、今回せっかくなので動画にさせていただきました。情報をいただいた方々ありがとうございます。で、せっかくいただいた情報なので追っていこうと思ってツイッターをフォローしてたんですね。そしたら、そんな矢先にこちらです。なんと超大手 VC のブルージラが手掛けるプロジェクトとなりました。先行者利益絶対に逃したくない、ステップンやステップアップ乗り遅れたかなと感じている、こういった方はこちらの動画は飛ばさずに必ず最後までご視聴ください。本日の動画の構成としては、ムーブ Z とは、ブルージラとは、奥太郎的考察まとめとなります。それでは早速本編に入って解説していきたいと思いますが、その前に一つ皆さんにお伝えしたいことがあります。僕の YouTube では、これから利益を狙える可能性の高い IDO 情報、草コイン情報、エアドロ情報などを厳選してご紹介しています。僕が過去に紹介したいくつかの銘柄も80倍、100倍と軒並み爆上げしていったのですが、こういった感じで僕が紹介した銘柄を実際に購入されて実際に利益を出した人からは、今でもあったかいメッセージをいただいています。こちらの小林さんに関しても、僕の LINE に登録して情報を受け取ってからたった3ヶ月で100倍銘柄を当てることができ、実際に500万円稼ぐことができたそうです。ただこういった本当に勝てる情報というのは、手に入れる速さや新鮮さが本当にシビアです。1日2日早ければ数時間で募集が締め切りになることも多々ありますので、小林さんのように100倍銘柄を自分も当てたい、最新情報をいち早く手に入れたい、そういった方は必ずこの動画の概要欄からチャンネル登録、公式 LINE の登録、この2つだけは忘れずにしておいてください。それでは本編に入って解説をしていきます。それでは本編に入っていきます。まずは先ほどのこちらの資料なんですが、視聴者さんからこちらってどうですかと質問が来ておりまして、とりあえずは情報を集めてみようと思い、フォロー系すべてこなしてみて、本当に次の日くらいにこちらのツイートでした。本当に発足して間もないプロジェクトみたいで、ツイッターも最初のツイートが5月1日のこちらですね。24時間1日待たずしてフォロワーが2万5000人ついていました。すごいですよね。ちなみに現在のフォロワー数は6万3000人ですね。日本でいうと中核都市の人口と同じくらいですね。次に VC 先のブルージラについて知らない方もいらっしゃると思いますのでお話ししていきます。ちなみに VC とはベンチャーキャピタルの略で、ベンチャー企業、スタートアップ企業や暗号資産系のプロジェクトなどに有力な企業やプロジェクトに対して出資を行う投資会社です。本題戻って、ブルージラとはローンチパッドの運営支援を行っている企業で、このブルージラが行った IDO の値上がり率が異常で、マーケティング力が非常に優れています。さらに仮想通貨業界最大手の VC と言われていて、このブルージラが手掛けたプロジェクトは絶対に流行ると言われるほどです。こちらのように過去の VC 先では数十数百はまさにザラにあって、1200倍をつけた銘柄もあります。ホワイトリストも現在参加できるみたいです。僕はもうこのようにすでにタスクすべて終わらせてしまったんですが、ツイッターのフォローなど本当に3分くらいでできましたので、興味のある方はやってみてください。もしこちらのやり方わからないとかありましたら、この概要欄に貼ってある僕の LINE のリンクから直接メッセージを送ってきてもらえると幸いです。あとこちら、一昨日ぐらいですかね、公式のツイートです。今月の24日にトークンローンチになります。まだ時間などの情報は出ていませんので、引き続き僕は追っていきます。で、次奥太郎的考察まとめですが、まずまとめていくと、結局のところ本当の本当に出始めのプロジェクトで、現在出ている情報としては VC が業界最大手のブルージラで、5月24日にトークンローンチで、ホワイトリストに応募ができるぐらいしか分かっていなくて、わけわかんない状態なんですけど、そんな状態でも現在ツイッターのフォロワー数は6万3000人で、こちらの資料を見返していくと、しかも VC のはずなんですけど、ブルージラはムーブ Z を作っていますと記載があります。マーケティング力に非常に優れ、 IDO では数十倍数百倍はザラに出してきたブルージラが、ムーブトゥーアン業界に大手をかけに、まさに直接手掛けるプロジェクトということでしょうか。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。本日は超最新ムーブトゥーアン、ムーブ Z について解説していきました。まだまだ情報が少なく、結局プロジェクト自体は何やんのって感じではあるのですが、
最大手の VC をつけ、発足間もない状態でファンもついてきていて、こちらは追っていくしかないのではないでしょうか。ただ VC なだけでなく作っているというのが少し気になりましたし、最大手 VC が関わっていることで安心感にもつながりますよね。今回のようにいただいた情報は精査して動画を作ることもございますので、自分が気になっている銘柄のことを奥太郎に追ってほしいよとかありましたら、お気軽にメッセージを送ってきてください。こんな感じで僕の動画は仮想通貨業界のリアルな情報、損しないためにやっておくべきこと、最新情報などをお届けしてますので、仮想通貨で勝って送り人になりたいとか、次からのチャンスは絶対に逃したくないとか、そういった方は僕の YouTube のチャンネル登録と通知のベルマーク、公式 LINE のご登録をぜひしていただければ嬉しいです。冒頭でもお伝えしていますが、僕が仮想通貨投資により無事資金を作ってこれた理由として、情報を仕入れる速さ、いい案件に取り組む迅速さ、この2つを本当に大事にしてきたからだと自負しています。きっと僕の動画を見てくださっている方も、仮想通貨投資で送り人になりたいとか、100倍銘柄を一度でいいから掴んでみたいとか、そう思われている方がほとんどかなと思いますが、初心者で何から手をつけていいかわからない、いろいろと投資してきたけど失敗続きで自信がないとか、そういった声もちょくちょくいただいたりするんですね。ただそんな時に僕に聞いてもらえたら、すぐにあなたの悩みを解決できますので、仮想通貨で勝ちたい、そう思われている方は必ずチャンネル登録、通知のベルマーク、公式 LINE の登録、この3つは必ずしていただければと思います。僕もいろいろな方と情報交換したいので、気軽に LINE にメッセージいただけたら嬉しいです。それでは本日も僕の動画を最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。